どうも影山です。おはようございます。えー、今日はですね、えー、一生勉強ということについてお話ししたいと思います。まあ近況報告というかまあ、えー、晩ご飯ですね、えー。梅干しですね。梅干しをまあ。 あのー、金曜日土曜日昨日も、えー、梅干し梅干し2個と、えー、らっきょう3個ですかねそれが晩ご飯ということでええー、食の、えー、晩ご飯をまた、えー、続けている2週目ということになってますほんでちょっとね昨日はね睡眠が変な感じでですねえー、寝ますよね寝て目覚めてあれ 目覚め、途中で目覚めてもうだなみたいなんが23回繰り返して朝になったという、えー、最近ではなかなかないようなこう、えー、睡眠のとり方。ただね、 途中で起きてはいるんですけど睡眠時間としては結構しっかりとれた状態で今すっきりした状態ではありますただこうぐっとこうノンストップで寝てですねほんで、えー、朝例えば5時半に起きるとかいうんじゃなくて、えー、結局7時45分に起きてしまうというだいぶ遅い時間になっちゃったんですけども、まあ、睡眠としてはまあまあそれなりにとれたかなというところでありますまあまあ えーまあ、睡眠の話は以上として、えー「一生勉強」これはですねこの言葉を、えー、聞いたのはですね僕が独立する前ですね、えー、スタッフとしてリラクゼーションマッサージのお店で働いてた時にですね、えー、お客さんから聞いた言葉ですでその方はですね自分で、えー、仕事授業をされてた方でしてほんで「影山君一生勉強やで」と。 いうことをこう色々、あのー、言っってくれはったんですね一生勉強や一生勉強やいう感じでいろいろそのまあいろいろ勉強をやめることはできひんでというかそういう感じのことをこう、えー、僕に言ってくれはったんですよね。でその言葉そのフレーズがねなぜかこう僕の中に残ってて「一生勉強」という。で、えー、その言葉の通り今それは僕思いますね。 一生勉強ですよねその。この勉強をやめてしまう勉強というとあれですけども、えー、勉強というとねなんかこう堅苦しい意味になるかもしれんけど一生インプットというかね、えー、そういうことはこうしていくということになってしまいますね。でインプットアウトプットとこういうことをこう、えー、繰り返す形になると思うんですけどもだから、えー、まあ 仕事の、ね、施,術施術自体の勉強もそうですし、えー、いろいろねこう体の勉強もそうですし自分の体の使い方の勉強もそうですしで、まあ、心のこともそうですしねで、まあまあ、そういう自分が運動してるその武道のこと、えー、空手のこととかもそうですしで他のこともそうですしね。 その全てがこう勉強ということと勉強になっていってるということですね何かやっていくとですね、うん、でそので勉強したこと知識を得たことをまたこうアウトプット、えー、外へ出すということこれを繰り返すことによってこうどんどんとどんどんとこう、えー、高,みに高みというかね高めていくことができるとでその高める感じというかねイメージとしてはこう えやっっぱり螺螺旋旋階階段段ででしょううねねを登っていくような感じです、ね、だからこう一直線にグッとこう成長するんではなくてですね螺旋階段のようにいろんなことをこう経験しながらですね、えー、知識を得ながら経験をしながらだから知恵をこう高めながらねこう上へ上っていく形これがやっぱね安全な登り方なんですね直線で登るようななかなかこう危険があるんではないかなと。 どっかかでで落ととされれるるこももあるかもしれないです。それを螺旋のように螺旋を描きながらこう、えー、上がっていくことによってですね盤石な状態というかねこうなっていくのかなというふうに思ってます。で、えー、その何かをこう取り組んでいってねこう尖らす。 最初はこう地面ぐらいの位置からこう始まってちょっとずつこう上がっていくで一本の棒がこう一つこうあるという感じでこう、えー、自分がこうなっていくとこう尖った状態になっているんですけどその尖ったものをですねたくさん作っていくとですね円柱のようになるんですねでその円柱をこうどん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 大きくしていく円も大きくしていく高む高めていくっていうその深みですね 深みを、えー、得ててていいいくくっうここととと両方していくことですねそのことによってその自分という人間の円柱の大きさをどんどん大きくしていく、えー、これをしていくことがこうやっぱり面白いということですねでこの面白さがこう分かってくると、えー、締めたもんというかねこれはおもろいですよあとはもう時間との戦い時間の使い方との戦いになってくるかなというふうに感じますその やっぱり時間って有限なんでそのどうしても一日寝なあかんし僕はしっかり睡眠はとりたい方なんでそうなるとね結構その使い方っていうのが大事になってきます。でお客さんの施術する時間はしっかりとこうやるじゃないですかでそれ以外の時間の使い方ですねそこがこう重要になってきます。うん で必要なものは全部やっていってそこにまた余白も作りながらいろいろやっていくっていうことで、えー、やっぱりこう時間ですね時間スキル時間の使い方スキルっていうかね、えー、その辺を高めていくスキルというかその自分の中でどうしていきたいかっていうのをしっかりと決めてそれにこう、えー、時間を注いでいくということですね。 非常にこう時間が重要やなということがこう分かってくるかなというふうに思います。ということで今日はですね、えー、一生勉強ということについてお話しさせていただきました。ででは今日ももいきまししょうどううどありがとうございました